皆さんこんにちは、ビームチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。前回はですね、参照面を設定するということをやっていきました。今回はですね、ボイドを作成する方法について学んでいきたいと思います。ボイドというのはですね、中身がないということだったり、真空空間といったことをですね、意味する言葉になります。それでは行ってみましょう。はい、それではボイドコマンドを使って棚部分の穴を作成していきます。ちょっとですね、確認のためにですね、 3D ビューを開いていきます。規定の 3D ビュークリックします。現状はですね、ただの直方体のソリッドになります。なので、ここのソリッドにですね、こう真空空間ですね、穴を開けていくというようなことをやっていきます。それではまずはですね、ビューの方をですね、正面のビューにします。この立面図のところの正面、こちらをダブルクリックして開いてあげます。そうすると立面図ですね、正面から見た立面のビューになります。まずはですね、作業面をセットしてあげます。作成タブのところにですね、セットというコマンドがございます。こちらをクリックいたします。そうすると作業面はどこにしますかということで、新しい作業面をして、名前のところをクリックしまして、前回ですね、設定しました参照面全面というものがございます。こちら参照面にですね、全面という名前を付けたものですね、こちらを選択してあげて OK を押します。そうすると作業面がですね、全面という参照面に設定されました。この状態でボイドを作成していきます。作成タブのボイドフォーム、こちらですね、こちらをクリックいたします。そして一番上のですね、押し出し、こちらをクリックいたします。この状態でボイドの押し出しを作図していきます。で、ここでですね、注目すべきはですね、プロパティの作業面のところがですね、先ほど設定した全面という参照面になっているということが確認できます。次に描画のところですね、四角のコマンドを選択いたしまして、そしてこの棚の中でですね、まずは適当に1点目クリックして、右下で2点目クリックします。この辺は適当に書いていきます。こういう感じで書いていきました。こちらでキャンセルボタンを押します。ここでですね、教科書にちょっとヒントが書いてありまして、ボイドとは直接関係ないんですけども、細線表示について解説されております。細線表示っていうのはですね、この表示タブのですね、この細線ですね、こちらをクリックすることで、細線解除ですね、普通はこういう状態ですね、こういう状態になってるんですけども、線同士が近くなってきた時とかに作図がしにくくなるんですね。そういう場合は表示タブのこの細線ですね、こちらをクリックしてあげることで一定のですね、細線になるということですね。私はもう標準で細線で作図しておりますので、もともとこの状態でした。ではですね、ボイドの作成の方を続けていきます。まずはですね、この辺ですね、このボイドの一辺をクリックすると仮寸法が出てきます。仮寸法をクリックしてあげて、等ミリ選択してあげて、エンターを押していきます。じゃあこの作業ですね、他の3辺についても同様にやっていきます。1辺をクリックして、仮寸法が出てきます。クリックしてあげて、等ミリでエンター、選択してあげて、仮寸法をクリックして、等ミリしてエンター、最後下の方ですね、選択してあげて、仮寸法をクリック、そして等ミリ打ち込んでエンターです。はい、この状態でですね、このピンクのスケッチですね、このボイドがですね、この棚本体から等ミリセットバックしたところで作成するということなので、ここにですね、空間を作ったということになります。続きまして、寸法を入れてですね、ロックをかけていきたいと思います。ここのですね、この棚本体とこのボイド空間の間の等ミリですね、こちらを固定したいので、寸法を書いてですね、ロックをかけていくということをやっていきます。注釈タブのですね、平行寸法、こちらをクリックいたします。そしてですね、ちょっとアップしますね、1点目この棚本体、そして2点目ボイドのライン、こちらをクリックします。そして3点目はここで何もないところでクリックしまして、寸法を確定してあげる。そして4点目がですね、こちら南京錠のマーク出てきますので、こちらをクリックしてあげます。そうすることで、この等ミリがですね、ロックされた状態になります。この作業をですね、他の3辺についてもやっていきます。注釈タブの平行寸法、そして1点目、そして2点目、そして3点目でここでクリックしてあげます。はい、そして4点目は南京錠をクリックします。じゃあ続けてですね、この寸法モード継続してますのでやっていきます。1点目、2点目、そして3点目で南京錠の幕、4点目、もう一度1点目、2点目、それから3点目はここで寸法確定、そして南京錠の幕をクリック、はい、そしてキャンセルボタンを押します。この状態で寸法にロックをかけたということで、このね、棚の等ミリがですね、固定されたということになります。4方向の寸法がですね、ロックされましたので、モード終了したいんですけども、押し出しの幅をですね、ここで設定してあげます。全面、作業面全面のとこからプラマイゼロから
この押し出しの幅をですね290というふうに打ち込みます。300のですね奥行きのソリッドを作ってますので、なので290にしとくと残りが10ミリですよね。こういったイメージで作成していきます。290にしてモード終了ボタンを押していきます。こちらでボイドフォームをですね作成した形になります。じゃあ 3D ビューでね確認していきたいと思います。 3D ビュークリックします。はい、どうでしょう。こんな感じで空間ができていることが確認できます。今ですね10ミリの寸法をロックしたんですけども、正面から見てましたから、正面図ですね、この正面から見てましたから、この辺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 、この4辺に関してはロックをかけたんですけども、一つねロックかけてない場所がありますよね。それがですねこの背面の先ほど290の奥行きにしたこの10ミリですね、ここの辺に対してはですねまだロックをかけておりませんので、こちらにですね寸法を書いてロックをかけていきたいと思います。じゃあこちらにロックをかけるためには参照レベル平面図に戻ります。平面図ビューに戻ります。そして先ほど同じ作業ですね、注釈タブの平行寸法、そして1点目、そして2点目、そして3点目で寸法確定、そして南京錠の膜でクリックします。この状態でここもロックされたという状態になります。はい、それでは最後にですねパラメーターを変更して動作確認をしていきたいと思います。はい、それではですね 3D ビューの方に戻りまして、こういう棚が作成されたと、ボイドが作成されたということですね。ちょっとこの左側に置きまして、この状態で動作確認をしていきます。修正タブのですねプロパティのところ、ファミリータイプ、こちらをクリックいたします。はい、ファミリータイプのボックスが出てきますので、この寸法をねちょっといじってあげたいと思います。奥行きの方をですね800、そして幅の方を、200にしましょうか、そして高さをですね300、こちらで適用をしてみます。はい、はい、そうすると変更されたんですけど、この10ミリですね、この10ミリは守ったまま変更されていることが確認できます。他にもやってみましょう。はい、500、500、500で適用してみます。はい、いい感じですね。ちょっと一応 OK してみましょうか。こっち側の背面の方もですねちゃんとね10ミリになってるなという感じですよね。平面図に戻ればここが10ミリロックされていることが確認できますね。はい、じゃあ最後にですねこれね元に戻していきたいと思います。教科書ではこの寸法が指定されているということですね。適用して OK を押していきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですねボイドフォームのコマンドを使って棚にですね空間を作っていきました。次回なんですけども、今回作った空間にですね棚板を配置していきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。